はい、皆さんおはようございます。今日はね、九十九里に来ております。九十九里のね、河川、こういう河川ですね。今日はね、初めて外房でハゼ釣りをやろうかなと思ってます。この場所はね、 Google マップでよくよくね調べて、川を一個一個調べて、こういうね河口にテトラが積んであるようなところを見つけたという場所になります。この川にね、ハゼがいるかどうかってのはわからないんですけども、そうですね、500メートルぐらいずっとこういうねテトラが埋まってるんでね、仕掛けの方は、いつも通りねリーダーにね1号のハリスを直結、ハリスの長さはね、そうですね、10センチぐらいですかね。で、針の方は袖回りの7号、前ねバス釣りで使ってた、ガンダマと、まあこれ見ようによってはブラックレにも見えますよね。そんな仕掛けでね、今日はね、河口から200メートルぐらいですね。はい、そのとこからね、上流に向けてやっていきたいと思います。一人ね、いるんですよね、釣り人、同じような釣りやってる人が。じゃあ、やっていきましょう。でも、思ってる隙間が、大きいね。ちっちゃい魚がね、うごうご動いてるのは見えます。それが、ハゼなのかどうかはちょっとわからないですけど。かなり浅いですね、ここ。もうちょっと行かないとダメかもね。おっと、泥目でしたね。これがいるってことはハゼもいますよね。でね、この辺からちょっとねテトラのパターンが変わります。ここまではね結構ね整列された。で、ここからね上流に向かって先の方はちょっとね、ランダムに置かれた感じになってます。ちょっと深さが足んないね。落とした餌が見えるくらい浅いね。 Google マップだとね、もうちょっとテトラが詰まってるように見えたんですけど、意外とスカスカですね。初めてのね、外房でのハゼ釣りになるんで、なかなか楽しみですね。もう食ってる食ってる。これも泥目です。今河口からね200メートルぐらいのとこです。ほら、また来てる。おっと、これはハゼ来ました。ちっちゃいけどハゼ来た。ちょっとちっちゃいね、これは。7センチぐらいですかね。はい、ハゼくん来ました。ありがとうね。バイバイ。もうちょっと大きくないと食べるとこないもんね。これ泥目って言わないんですかね、外房。なんか沼秩父っていう言い方もありそうですね。この辺からちょっとパターンが変わります。もうちょっと詰まってるといいんですけどね。ちょっとスカスカですよね。釣り人ちょっと近づいてきちゃったんで、ちっちゃい子になります。来た、来ましたよ。はい、来ました。13センチぐらいですね。ちょっとねちっちゃかったんで、やっぱね当たりはね泥目と近いですね。ちょっとちっちゃめですね。14センチ。さっきのよりは大きい。あんまり多くいるという感じではなさそうですね。おお、来た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 。と、これシーバスちゃんですね。聖子ちゃん、バイバイ。大きくなってね。この間行ったね、内房の河川、あそこもね、まだテトラの中にね、いっぱいハゼがつくっていうね、感じではなかったんで、ハゼ釣りはね、去年のね、秋に始めたばっかなんで、
1年を通してね、ハゼがどういう風に行動するのかっていうのは分かってないんですけど、新さん初めってのはあまりこういうね、テトラの奥に入らないのかもしれないですね。海岸の人はちょい投げでハゼを狙ってるっぽいですね。ちょっとこの辺で一回投げてみましょうかね。今ね、他に2人いるんですけど、1人は脈釣りみたいな感じで、1人が、ちょい投げスタイル。おそらく地元の人だと思うんで、まあ、近くも釣れるんですよね、きっと。ちょっとね、一回投げてみます。おっと、来た。一発です。ハゼくん、ちっちゃいね。8センチぐらい、この子は逃がしましょう。バイバイ。いい当たりしますね。もう座りましょうかね。座ってあったりやりましょう。ちょうどね、座りやすい場所があった。はい、このサイズが多いみたい。取るの難しいかもね。今、分かりましたか？当たったの。はい、投げ始めたら入れ食いです。当たりがこれちょっと多いですね。9センチ10センチぐらいあります。こんなね、お手軽仕掛けで釣れちゃうのは本当にいいですよね。ほら、もう入れ食いです。お、今度はシバスちゃん、生後のちっちゃいの。ここ生後も期待できるね。冬ここ来ましょうね。入れ食いです。ちょっと止まんない感じですね。やっぱり肩がちっちゃいですね。シーズン始めということもあって、秋になったら結構いい肩が出るんじゃないですかね。外房っていうのはあんまりハゼを釣るってイメージなかったんですけど、釣れるんですね、内房と同じく。毎回当たりありますよ。だから釣ってて楽しいですね。暇な時間がなくて。大きいかな。これこそ入れ食いですね。今ね、口以外のところちょっとね、太めなんだけど、つけてみました。じゃなくした途端に、ね、一発で食いました。これも同じぐらい、8センチから10センチぐらい当たってます。これも入れ食いと言わずして何が入れ食いでしょうか。そろそろ終わりにしましょうか。十分ね、釣ったんで。
はい、ということで今日は終わりにしましょう。最初はね、河口の一番向こう側からテトラのね穴を釣り歩いてきました。で、もうすぐね終わりという、ところまで来て、だいぶねテトラの周りが水がね汚いんで、穴釣りのね仕掛けのままちょい投げに変更しました。それがね大当たり、もうね入れ食いですね。毎回毎回当たりがあるというような状況に遭遇しました。まあ、いつもねここがそういう状況なのかっていうのは分からないですけども、相当数のハゼがいるってことは間違いないということが分かりました。これからね夏秋に向けてハゼもねどんどん成長していくはずなんで、特にね秋なんて結構いい方のねハゼが出るんじゃないでしょうか。すごく楽しみです。はい、そんな感じで今日は終わりにします。いつもご視聴ありがとうございます。ライク、シェア、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー。